はい、今日ですね、Xbox 版のドラクエ3、ね、リメイクのね、新作ソフト、買ってみましたということでね、もう巷ではね、もうクリア動画がどんどん出ているんですけども、まあ、僕はね、昨日やっと到着したので、ようやくね、今日から始めたいと思います。はい、まあ、Xbox 版買ってる人はね、どなたかいらっしゃいますかね。かなり、まあ、ダウンロード版はね、おられるかもしれませんけど、パッケージ版はいないんじゃないかなと思いました。で、まあ、これ理由はね、あるんですけど、値段が高いですよね。はい、そして、到着に時間がかかる。もう1週間ぐらいかかりますのでね。はい、こちらが、購入した Xbox 版のね、ドラクエ3になります。パッケージはこういった感じです。これもパッケージは同じですかね。プレステ5をね、お持ちとか、スイッチをお持ちの方。はい、バック面のね、はい、イラストは、イラストというかね、パッケージの写真はこんな風になっています。はい。まあ、僕もね、ちょっとスイッチ版かプレステ5版、ちょっと買って比較しようかなと思ったんですけど、Xbox 版がね、かなり高くてね、ちょっと2つ買う余裕はなかったので、はい、この Xbox 版だけを、まあ、購入いたしました。まあ、なので、まあ、これを見てね、ちょっと、ちょっとスピード速いなとか、遅いなというのが教えていただければなと思います。で、これね、Amazon で買うと、ちょっと高いんですよね。はい。まあ、プレステ5版よりはかなり高いんですけども、これ、Amazon で買うと、もう1000円ぐらい安く買うことができます。で、多分これ業者さんなんで、たくさんもう仕入れてるんで、今注文すると多分1日2日で到着するみたいなんで、はい、もうこれは海外発送ではないですね。これはもう業者さんが大量に買われたものを国内から発送されるので、まあ早く到着すると思います。で、どうしても安く買いたいという方は、ね、ちょっとアメリカアマゾンから直で購入すれば、まあこれよりね、1000円ぐらい安くね、買えますので、まあ、もうちょっとね、値段がもうちょっとでも安いといいという方は、まあこのアメリカのね、アマゾンから直で買ってもらえればなと思います。はい。もう急いでやりたいという方はもうダウンロード版。はい。もうこれはもうね、ほんとすぐプレイできますのでね。はい。ということで、これをね、ちょっとインストールしてやっていきたいと思います。ちなみにこれアマゾンの、ベアマゾンのね、これ、明細書なんですけども、まあ、本で、ゲーム自体はね、59ドル99セントなんですけども、送料ですよね。これが11ドル51セントということで、合計ね、71ドル50セント。日本円にするとね、11,260円ということで、はい、まあ、日本のアマゾンで買うよりね、まあ、1000円ぐらい安いですよね。はい。ということで、これをね、今回ちょっとプレイしてみたいと思います。はい。あとね、フレームレートなんかもね、どれぐらいのフレームレートが出ているのか、まあ、そういったこともね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい。ではね、これちょっと、開封してみたいと思います。はい。もう正直ね、このシリーズ X の、ソフト、初購入です。パッケージ版はね。はい。今までダウンロードばっかりだったんですよね。はい。ということで、こちらをオープン。はい。ということで、プレステ5版は、なんか中にリバーシブル用の、なんかイラストが入ってるんですけども、はい。Xbox 版は何にもありませんでした。いやこちらにもね、何かこう、イラストの、あればよかったんですけども、はい。ということで、値段が高いだけということのようですね。はい。こちらがディスク版になります。はい。いやXbox 版にも何かね、特典が欲しかったな。いやはい。ということで、Xbox 版には何もありませんでした。では、これディスクどう入れたらいいんだろう。こっちでいいのかな。ちょっとね、初ディスクなんですよね。合ってるっぽいですね。はい。はい、無事にね、インストールが始まりました。で、僕ちょっと心配してたのが、これ、日本語対応とかパッケージに何も書いてなかったので、ずっと英語版だったらどうしようと思ったんですけど、日本語で表示されてますのでね、はい、日本語のね、音声や、言語はね、ちゃんと、対応しているっぽいですね。はい。ということで、15.65GB のね、インストールまでね、待ちたいと思います。あとこれ、ドラクエって昔はドラゴンウォリアって呼ばれてたみたいですけど、ね、僕も海外版のドラクエ1本か2本持ってるんですけど、いつからドラクエに統一されたんですかね。ね、ちょっと、
ね、僕はもうずっとドラゴンウォーリアだとばっかり思ってたんですけど、これねパッケージ見たらねドラクエになってましたよね。はい、ではちょっとね、インストールが終わるまで、待ちたいと思います。はい、無事ねインストールが終わりました。ではねスタートしてみたいと思います。おそらくねもうプレステ5とほとんど変わらないと思います。まあスピードなんかもねもうほぼほぼね同性能ですので、もうコンマ1秒とか、まあ、コンマ2秒とか、まあ、その程度の差しかないんじゃないかなと思います。はい、では冒険を始めるをね押してやってみたいと思います。まあ、おそらくねもうスイッチ版と、ね、プレステ5版とか、まあ、スイッチ版とね、Xbox 版とか、まあ、そういった方がね一番おそらく差的には大きいのかなと思います。はい、あ、はい、ということで名前ですね、はい、もうちょっとね名前はもうねちょっとスピードアップでいきたいと思います。まあ、おそらくフレームレートなんかもねあのスイッチでもあの動作の軽いものはねフレームレート60で動きますので、おそらくドラクエだったらねスイッチでもフレームレート60で動くんじゃないかなとは思います。はい、ね、重たいものだとねフレームレート30ぐらいなんですけど、まあ、このドラクエぐらいだったらスイッチでもね60いくんじゃないかなとは思います。はい、ではね、ちょっとプレイしてみたいと思いますが、これちょっと始まるまでがねちょっといろいろしないといけないことが多いんですよね。ちょっと僕もねドラクエ3もうずいぶん前なんで何にも覚えてないです。私の声聞こえますか？そう、こちらです。ファミコン版のドラクエもこんなんでしたっけ？もう全然覚えてないですね、僕はもう。キャンセル落ちちゃった。はあ、また名前？もうこれはちょっとねちょっと早送りでちょっとねやってみたいと思います。でこのね名前登録終わった後の質問ってあのなんか質問の答え方によって今後のアップあのレベルアップの仕方とかが違うんですかね。ちょっとねその辺が全然分かんなくてね適当に答えちゃったんですけどね。はい、まあ、生まれ月生まれの日を選択して、はい、これからちょっとねいくつかの質問があるということなんですけども、この質問によって今後の何かが変わるんですかね。僕もちょっと全然それがよく分かんなくて。
あ、何やらおじいさんの元に来ましたね。岩があったら持ってきてくれということで、あ、この岩ですね。はいはい、これをおじいさんの元で、そうするとお金がもらえると。あ、また岩ありますね。でこれ持っていったらまたお金もらえるのかな。このお金はゲームプレイ時も残ってるの？残ってるんだったら何回でもやってなんかお金稼げそうですけど、まあもうこの辺でいいにしときましょう。ちょっと次行きたいと思います。どうですかね、プレステ5と比べてほとんど同じですよね。もう本当多分もう並べてみないと全然わかんない。ひどいこと言うな。めっちゃ落ち込みますよね、なんかこんなこと言われたら。多分ね、もう動画をこう横に比べないと違いはわかんないと思いますよね。はい、ということでようやくね、ゲームが始まりました。でもまだ操作できないですね。まだちょっと操作できないです。逆に言うとこれ XBOX 版とプレステ版の何か違いっていうのはね、あるのかなとちょっと気になりますよね。はい、スイッチ版とプレステ5版もね、もう違いって言ったら本当ロードの時間とか、ね、本当画面のちょっとした遠近感の差だったりね、非常に小さいですもんね。なのでプレステ5版とスイッチ版でもね、そんな大きな差がないので、もう Xbox 版とプレステ5版だと、もう並べても全く同じかもしれませんね。ちょっとね、僕はちょっとプレステ5版やってないんでね、もし、なんか気づいた方がね、おられましたら、なんかちょっと教えてほしいなとは思いますけども。起きなさい。起きなさい。私の可愛いお寝坊さんや。これ、海外版でもダウンロードしたら何か特典ってあるんですかね。はい、今日はとても大切な。パッケージ版はね、何も特典ないんですよね。王様に旅立ちの許しをいただく日だったでしょ。ね、Xbox 版の説明にはね、何も特典のことは書いてなかったので、多分特典は何もないんだと思うんですけど、母さんについていらっしゃい。ね、こんだけ高いんだったら、ちょっと特典も何かね、用意してほしかったですけど。ここからまっすぐ行くとアリア藩のお城です。王様にちゃんと挨拶するのですよ。
くぞ来た、勇敢なるオルテガの子よ。オルテガ殿のご遺品は全く見つけられませんでした。そうか。しかしオルテガほどの者がやられるとは。夫は立派に戦いました。きっと本望だと思います。すでに母から聞いておろう。そなたの父オルテガは戦いの末火山に落ちて亡くなってしまった。しかしその父の後を継ぎ旅に出たいというそなたの願い、しかと聞き届けたぞ。そなたならきっと父の意志を継ぎ世界を平和に導いてくれるであろう。敵は魔王バラモスじゃ。世界のほとんどの人々は未だ魔王バラモスの名前すら知らぬ。だがこのままではやがて世界は魔王バラモスの手に。それだけは何としても食い止めねばならん。若き勇者よ、しかし一人ではそなたの父オルテガの不運を再びたどるやもしれぬ。町の酒場で仲間を見つけ、これで仲間たちの。勇者殿、旅を続けてゆくにはいずれ盗賊の鍵が必要になりましょう。王のおっしゃる通り、まずはルイーダの酒場で旅の仲間を探すのです。そしてアリアハンの北西にあるレーベの村に行ってみてください。地図にレーベの場所を記しておきました。今回本来は自分の足で城や村を見つけなければ印はつきませんので、ご注意を。地図上で気になる場所を見つけたら実際に行って確かめてみることです。ただし魔物にはお気をつけて。そなたの働きに期待しているぞ。この辺のロード時間はどうですかね。プレステ5版と比べて変わらないですかね。ちょっとねプレステ5版もね買ってみてもいいかもしれないんですけど、やっぱりロードは割と早いですよね。うん、あと画質もねやはり解像度が高い分、ね、スイッチ版よりは若干綺麗ですよね。ここで仲間を増やすことができるのかな。2階の登録所で、ではちょっと2階へ行ってみたいと思います。
はい、ではね、フレームレートやっていきたいんですけども、Xbox 版の、ね、パッケージに60フレームパーセカンドと書いてありますので、まあ、一応、ね、1秒間に60フレームとは書いてあるんですけども、実験でね、本当に60フレームなのかどうか確かめてみたいと思います。で、このキャプチャーした動画を、このね、MSK ゲーミングさんのプログラミングをね、使用してやっていきたいと思います。はい、撮影した動画からね、フレームレートを分析してくれるソフトウェアになります。はい、一応これ概要欄にね、リンクは貼っときますね。はい。で、測り終わったので、ね、見てみたら、はい、もう60フレーム、もうべったりですね。はい。もうちょっとね、3D の多いもんだったら、こう58とかね、59とかこう、動いたりするもんなんですけども、もうべったり60、ぴったり、張り付き状態ですので、はい、かなり余裕がありますよね。はい。はい、ということで、はい、看板に偽りなしということで、はい、Xbox 版はね、フレームレート60でゲームができますよということですね。はい。まあ、スイッチ版もね、多分60は出るんじゃないかなと思います。まあね、もうフレームレートは分かりましたので、あとこのねロード時間ですよね、はい、どうですかね、同じぐらいでしょうか。ちょっとプレステ5版ねちょっと持ってないので、うん、どうですかね。はい、ということで Xbox 版のロード時間でしたけども、まあ、多分ね、コンマ1秒、2秒の差じゃないかなとは思うんですけどね。はい、では、ちょっと、何か戦ってみましょうかね。ちょっと、何かモンスター。よし、ようやく初戦闘です。この画面だけだとね、もうプレステ版なのか、Xbox 版なのか、ほとんど、ね、判別ができないんじゃないかなと思います。ということでね、Xbox 版のね、ドラクエやってみましたけども、もしね、Xbox 版ちょっとここを試してほしい、ちょっと実験欲しいと、ね、してほしいという方がおられましたらね、コメント欄で、ちょっと Xbox 版でこういったことやってほしいんです、みたいなことね、ありましたらね、ちょっと、書き込んでみてください。はい。ということでね、今日は Xbox 版のドラクエ、ちょっとプレイしてみました。ということで以上で動画終了になります。